こんにちは、前活の進行です。これまで動画でお話ししているように、曹洞宗というのは食事というものを仏教徒としてどういうふうに見つめていくかということに関しては、数ある宗派の中でも特に深く行ってきた宗派です。実際にこの曹洞宗の食事の教え、食事の見つめ方というものは広く親しまれていて、我々僧侶だけでなくて、料理をする方だったりとか、栄養のことを考えている方とか、食というものに携わる方々から広く参考にされていたり、これについて教えてくれますかというようなお問い合わせをいただくことがよくあります。その中で特に本当に幅広く親しまれている、一つのお唱え事があるんですね。これが五感の下というものなんですけれども、曹洞宗では食事の前にお唱えする言葉、下というのは下門というような言い方もあるんですけれども、短い詩のような形になったお経のことを言います。そしてこの五感の下というものは、五感5つの視点から食事というものを見つめた下門、お唱え事ということになりますね。そしてこの五感の下というものは、内容が非常にシンプルということもあって、本当に幅広くいろいろな方に親しまれてお唱えをされているものになるんですね。もともと中国の南山道仙という和尚さんが書かれた四分律行事章という書物の中に登場します。この四分律行事章というのは、日本の戒律を伝えた歴史の中でも非常に重要なものになってくるんですけれども、お釈迦様がインドで説いた教えというものが、時代を経てインドの中でも様々に変わっていって、それが中国に入った時に、じゃあ改めて中国ではどういうふうに実践していこうかというところで説かれ直したということもあってですね、日本に伝わってくる過程で、この中国で一度返還をされたことが日本に入りやすくなった大きなきっかけにもなっているんですね。そんなこう歴史もあるわけなので、五感の下というもの自体は非常に重要なものですし、本当に食に関して大切な教えを説いているものになるんですけれども、なんとなく文字を読んだだけでも意味が分かってしまうというところで、やや我々僧侶側からお伝えするものにしても、書物で見るものにしても、若干こう一般論にあまり仏教的なこう深みを持たずに伝わってしまっているっていうことがあるんです。私はこの前活とは別で、曹洞宗の食というものがいかに社会でいろいろな役割を果たしていけるかということを研究しているという立場もありまして、今回から数回に分けて、この五感の下というものが私たちの生き方の上でどのような意味を持っていくものになるかというところを、曹洞宗の教えの立場からしっかりとこう解釈をして、より人生の指針となるような解釈をお伝えしていきたいと思います。この五感の下に関しては様々な解釈があったり、あとは私が普段丁寧に食べるシリーズっていう動画があるんですけど、そこでお唱えしているのは、修行道場で略式の食事をするいただく時のお唱え事をしてるんですね。短いもの、脈音時期時等願主上善一時期法規十万というものをお唱えしてるんですけども、よく聞かれるのが、そのお唱え事と五感の下はどっちがいいんですかとか、五感の下の方が正式だからこっち唱えた方がいいですよねっていうようなことあるんですけども、これは仏教の教えの中にどっちの方が上でどっちの方が下っていうことはないんですよね。言葉をどういうふうに表したかということなので、どっちがいいかではなくて、その場でお唱えしたり思い浮かべるにはどちらの方がこう適しているか、例えばその一緒に食事をする人とのバランスを考えたりとか、そういったところで柔軟にやっていければいいのかなと思うんですよね。そもそも五感の下というものは、曹洞宗では道元禅師が食の心構えを記した不粛飯法というものの中に出てくるんですけども、五感をなすっていうふうに書かれているんですね。要はこう頭の中、心の中で5つの視点振り返りなさいっていうものであって、そもそもお唱えするものじゃなかった。でも今お唱えしているには、それはそれで一つの経緯があったし、それによって、より口に出すという形で広く皆様から親しまれるような形になっているっていう部分もあるので、重要なことは、曹洞宗の様々な教えとか精神っていうものを、昔ながらとか本格的なものがいいっていうんじゃなくて、その状況その状況でどのように生かしていけるかなっていう応用をしていく精神っていうのは非常に重要になってくる。なのでこの五感の下の解釈に関しては、曹洞宗が出しているものとかそういうことではないんですが、私の中では一つ納得のいっている形というのがあるので、これをお伝えしていきたいと思います。はい、ということで五感の下なんですけれども、1から5まで5つの視点で食を見つめているというところで、1つには功の多少を測り、可の来生を測る、2つには己が特業の善欠と測って国を打つ、3つには信用不思議とこを離れることは遁頭を衆とす、4つにはまさに良薬をことぶするは行幸良善がためなり、5つには浄土のためのゆえに今この時期を置く、というふうな5つの言葉になります。私はこの5つの視点の中に、過去と現在と未来っていう5つの時系列があるというふうに捉えているんですね。
今後実際に中身に触れていただくとお分かりになるかと思うんですけども、一つにはと二つにはが食事の場に至る前の出来事、三つにはと四つにはというのが食事中の出来事、五つにはが食後の出来事というふうに、それぞれ時間の違いがあって、さらには一つにはと二つには、三つにはと四つにはというのはそれぞれ食事を見つめるものと自分を見つめるもの、食事を見つめるものと自分を見つめるものというふうに、自分と食事っていう構造で二つずつの対になっているとも思っているんですね。ここはちょっとね、実際に中身を見てみないとピンとこないかもしれないので、本文の方に入ってみましょう。それではまず初めの文章、一つには功の多少を測り、かの来生を測る、まあ、簡単に言葉の意味を解説していきたいと思うんですけれども、一つにはというのはまず一つ目にはっていう、さあそれだけですね。で、功の多少を測り、功というのは功績とか功労とかっていうように、簡単に今の言葉に直すと働きというふうに捉えることができます。そして多少というのは当時の文法の中で見ていくと、どれほどのという意味があるそうなんですね。そして次の測り、計という字を書いていますけども、この測るというのは時間や数量といったものを数えるというような意味があります。なのでここまでを直訳してみると、一つには功の多少を測りというのは、一つにはこの食事にかけられた働きはどれほどかを数えるというような意味になります。ではここで、この食事にかけられた働き、功とはどこまでのことを言うのかというところをちょっと考えてみたいんですけども、食事にかけられた働き、想像できるのは調理ですよね。材料の下ごしらえをして火を通したり、味付けをしたり、盛り付けたり、割と誰でも想像ができる功です。ただその食材、材料というものはどうやって手に入れるか、スーパーで食材を買ってきたとしたら、その食材をスーパーまで届けるための運搬という功が必要になります。その運搬の前には生産という功が必要になります。スーパーで買わない、自分で育てるにしても、種はどうするか、自然の中から取ってくるにしても、そこで生える、あるいはそこで見つけるまでの功というのが何かしら必ず必要になる。そう考えてみると、この時点で流通にしても栽培にしても飼育にしても、多少を測りとは言ったものの、もうすでに想像しきれないほどの功がそこにあるんですよっていうのが、功の多少を測りっていう言葉の中に込められてるんです。なので功の多少を測りといった時に、じゃあ調理、運搬、生産っていう風に具体的に数え切るみたいなことではなくて、もうあなたの想像のつかない功がすでにそこにあるんですよっていう言葉になってくるわけですね、はい、続いて後半部分、かの来生を測る。かというのはそれっていうような意味ですね。その食事のことです。目の前の食事。来生というのは来たところ、つまりかの来生というのは要するにどこから来たかという意味として考えて結構です。そして次の測るという字、今度は量という字を書いています。この量というのは、先ほどの計という言葉が時間や数といったように実際に数えていけるものだったのに対して、こちらの量というのは重さや容積というような、見ただけでは把握できないものを計算したりとか見当をつけたりすることを言うんですね。この計と量にはそういう違いがあるわけです。つまり量というのは押し量るというような意味があるわけで、後半の部分、かの来生を測るというのは、その食事がどのようにしてここへ来たのかを押し量るというような意味になります。まあ功の多少を測り、かの来生を測るというここまでの言葉で、まあなるほど、そういうことかと、分かった分かった、確かにそうだな、食事っていうのはもう数えきれないほどの労力とかがあってやっとここに来てるんだなっていうふうに想像された方、まずちょっとこの画像をご覧ください。この花、何の花かご存知ですかね。はい、正解はこちら、オクラなんですね。続いて、じゃあこの植物何だと思いますか。はい、これゴマなんですね。まあこれは本当に一例なんですけれども、私たち現代人っていうのは実は本当に様々な過程を全部飛ばして、スーパーだったり、コンビニだったりっていうところで材料や商品となった状態で食品と出会っています。中でも肉なんていうのは最たるもので、様々な価値観がある中で豚や牛や鳥というものがお肉になる過程というのはあまりこう一般的に見せられない、まあ、そこにはいろいろなね、差別の歴史なんかがあったので安易に外に出ないようになってるっていうところもあるんですけれども、実際に私たち全活メンバーみんな食肉加工場の見学に行ったことがあります。そこでは本当に様々な工夫と無駄にしないような努力、それ技術の積み重ねがあって、本当に無駄のない洗練された仕事でどんどん牛一頭がお肉になっていくっていう過程を見ることができたんですね。私はそれまで功の多少の測り、かの来生を測るという意味を分かっているつもりでいたんですけど、この過程を知らずにどうやってかの来生を測っていたんだろうと、
牛や豚や鶏が肉としてパックに詰められるまでにかかる様々な作業とか、そこにかけられている働いている方々の思いとか、そんなものを知る由もなくお肉と出会って、いやありがたいなと言って食べてる。ブログの方では詳しく触れてるんですけれども、お肉というのは特にそういう生産の過程というのが見えづらくなっている部分はあります。でも先ほどのオクラとかゴマとかにしてもそうなんですけど、その食材を作ってる人がいるっていうふうに言われた時になんとなく分かった気がするけど、そこに具体的にどんな仕事があるかっていうところまでは、まあ到底私たちは知らないし、全部知るなんていうことはできないわけなんですよね。じゃあ食事がどうやってできているか、どんな労力がかかっているかということが分かる自給自足の生活をするのが本来理想で、現代人の暮らしは悪いものなのかといったら、そんなことはなくて、それぞれがそれぞれの役割を果たすことで成り立っている社会というのは一つの仏教のあり方でもあります。そしてそもそも功の多少と過の来所というものが分からなければいけないという話ではないんですね。功の多少も過の来所も到底全部を計り知れるものじゃないんです。なのでここで先ほども言ったように重要になってくるのが、全てのものは関わり合うことによって起こっているっていうような仏教の縁起の視点で、一つの食事の中で目に見える範囲とか想像の範疇というものをはるかに超えた計り知れない縁起の連続っていうものが功の多少であって過の来所である。私たちはその計り知れないご縁をそこでいただいているという現実にまず目を向けなさいと、そういう教えになってくるんですね。だから食事を作った人とか、生産者とかに感謝をしなさいというだけのことではなくて、食べ物自体もそうだし、そこに使われた道具もそうだし、関わった人もそうだし、どれか特定のものというのではなくて、全部含めた縁を、ご縁をいただくっていう、そういうすごくスケールの大きい話なんですよ。特に曹洞宗というのは、人間だけじゃなくて動植物、それから鉱物とか、まあ、道具のような生成されたものに至るまで、全部が仏様の命であるというふうに捉えます。それを踏まえると、全部が平等な仏の命であるのに、食べる側と食べられる側になったという、この一つのご縁というものに対して大きな責任を伴っているんだよと。そういうご縁によって生かされている自分というものが浮き彫りになってくるわけなんですよ。なのでこの一つには功の多少を測るというこの一文は、食事を前にして仏教徒として生きる覚悟というものがここに見えてくるんですね。そしてこの食事というものを仏教の視点から見つめた後に、今度はじゃあそれに対して自分はどうだろうというふうに自分の在り方を振り返るのが次の文章になります。二つには己が徳行の善欠と測って苦に応ず。まずこの文章は大体どのような意味かというところで簡単に訳をしていきたいんですけれども、まず前半が己が徳行のというものに関して、己というのはまあ言うまでもなく私のことですね。ただちょっと考える必要があるのは徳行という部分で、日本で言うと徳行っていうと、まあ、立場だったり信仰しているものによって異なっちゃうかもしれないんですけれども、仏教で言うところの徳というのは、まあ、善言なんていうふうな言い方もあるんですけれども、良い報いを受けるべき良い行い、良い報いがある行いではなくて、良い報いを、その行いがあったら良い報いがあってもおかしくないよねっていうのが、ここはちょっとミソなんですけれども、じゃあこの良い報いを受けるべき行いっていうものは一体どのようなものなのかということになるんですけれども、もともと仏教には良い行いには良い結果が、悪い行いには悪い結果が起こるっていうような教えがあって、それが日本語としても馴染んだのが因果応報っていう言葉ですよね。じゃあこの善悪っていうのはどこにあるかというと、お釈迦様はすごく端的に善と悪の違いを説かれています。これはダンマパダというお釈迦様の言葉を記したお経になるんですけれども、もしもある行為をした後にそれを後悔しないで嬉しく喜んでその報いを受けるならば、その行為をしたことはいい。まあ、ちょっとね、言い回しが分かりづらく感じちゃうかもしれませんけれども、要するに良い行いというのは後悔をしなくて嬉しい報いがある行いのこと、逆に後悔して涙をして苦しい報いがある行いというのは悪だと言うんですね。ただちょっと難しいところは、この後悔だったり嬉しい報い苦しい報いっていうのは仏教徒としてのものであって、単純に自分の感情っていうものを表すわけじゃないんですね。例えば恋人が他人を傷つけているのを見て、それは良くないよっていうふうに注意をしたら、そんなふうに私に注意するならもう結構です、さよならって言われて別れを告げられてしまったと、今自分はすごく後悔しているから注意したのは悪い行いだったなっていうふうになってしまうとね、これはちょっと仏教の善悪とは異なっちゃうんですよ。仏教徒が目指すものは、物事を思い通りにしたいという欲を離れて、自分に対する執着というものを離れるということです。そうなると、恋人に嫌われたくないから注意をしない。
というのは根底に相手を思い通りにしたい、自分が好かれたいっていう欲があることになってしまうんですね。なのでその行いによって欲や執着が増してしまうなら悪だし、それが減っていくなら善というふうに考えていいんじゃないかなというふうに私は思います。そしてこの欲や執着というものを離れていく行いというのは、自己中心的にならずに縁起っていうものの視点の上で行われるもののことなんですね。例えば一粒のお米というのは距離的にも時間的にも計り知れないほどの縁によって目の前にやってきています。同じように言葉や自分の一挙手一投足というものが縁となって想像もつかないところまで届いていくから、常に自分たちの行動に気をつけなきゃいけないですよっていうのが仏教徒の心構えなわけですね。一つにはというところで触れたように、食事というものが縁によって目の前に届くように、自分の行いというものもまた縁となってどこかへ届いていくということを踏まえた上で、自己中心的にならないようにする生き方、これが徳行であって、この徳行というのは要するに仏道を生きていることそのものなんですね。なので己が徳行のというのは、ちょっと飛躍した解釈をすれば、私の仏教徒としての行いがというような意味で取れるんじゃないでしょうか。そして後半部分、善結と測って苦に応ずという言葉。善結と測ってっていうのが、善結を測ってっていうふうに、まあもともとは読むんですけど、読み癖っていうふうに言って、実際に口に出す際に善結をっていうのが善結とっていうふうに読み替えるんですね。 I'm a rapper が I'm a rapper っていうふうになるようなと一緒ですね。結構英語なんかでもあると思いますし、この読み癖は結構お経の中でもたくさんあるので、これに関してはやっぱり一つずつ、まあ、把握していくしかないのかもしれないですね。仏音のことを仏頓とかって言ったりもしますしね。この善結という言葉の意味は、完全に備わっているか欠けているかっていうような意味で、講談社学術文庫の天蔵教訓宿販法という本の中の語中にも書いてありますね。というところから、一般的な、まあ、割と分かりやすく書かれている本にはそれに足るだけのというような訳になっているようです。続いてまた、一つにはに続いて同じく測ってという言葉が出てきましたが、今度の測るという字は忖度の忖という字で、人の心を推し測るというような意味があるそうですね。ここでは数を数えたり容量を測ったりするんじゃなくて、自分自身の心を推し測る、要するに振り返る、反省するっていうような意味になります。でまあここまでの言葉と比べてシンプルなのが苦に応ずというところ。苦というのは供養のことで、修行道場なんかだと修行僧が調理をするにしても、在家の仏教徒の信者の方が皆さんで食べてくださいと言って食べ物をくださるにしても、これを食べ物というものは修行僧に食事を供養をするっていう意味で、天祖という調理をする役割が素晴らしい修行として位置づけられているというのもあるわけですよね。要するに苦に応ずというのはその供養を受けることっていう意味ですね。ということで善結と測って苦に応ずという言葉は、それに足るものであるかを反省し供養を受けるという意味になります。ここまで2つにはの部分をまとめてみると、己が徳行の善結と測って苦に応ずというこの一節は、自分の仏教徒としての行いが供養である食事をいただくのにふさわしいものであるかを反省するという意味であることが分かってきますね。ただここで勘違いしちゃいけないのは、ふさわしくなかったら食べてはいけないというようなお話ではないんです。私がたびたび動画でもお話ししてますけれども、本当に尊敬申し上げていた奈良孔明老師は、仏道というのは及ばずながら歩くことに意味があるというふうにおっしゃっていました。ついカッとなって怒ってしまった日とか、つい欲張ってしまった日、決して仏教徒として褒められた行いじゃなかったなっていう日も、そんな日も食事というものと向き合って、計り知れないご縁の詰まったこの食事をいただく、私の生き方は一体どうだっただろうかというふうに反省をこの食事ごとにすることで、間違えてしまうことはあったとしても、食事をいただくたびに、この食事をいただいたからやっぱり私は正しくあろうというふうに、いくら自分がこう及ばない、仏様に及ばない、至らない人間であっても、歩いていくべき道っていうのが指し示されていくんですね。なので一つにはこの多少計りというところで、食事に込められたご縁というものに思いを巡らして、今度はそれをいただく私自身はどうだろうかということで、自分を振り返る重要な一節として、この二つには己が徳行の善結と測って苦に応ずという言葉があると。ここまでで食事をいただく前の心境というものが、食事自分という形で完結しているということになるんですね。ということで今回は食事の前の心構えである一つにはと二つにはというところをお話しさせていただきました。次回は食事中の心構えである三つにはと四つにはというところについてお話をさせていただきたいと思います。まあ、私のかなり個人的な解釈にもなってくるので、まあ、私がこう言ってたから
ていうふうに他の場で言う必要は全くなくて、それぞれの立場でそれぞれの信じ方、解釈の仕方があると思うので、そういったところもこう含めて柔軟に親しんでいただけたらなというふうに思います。ということで、この動画が面白かった、参考になったという方はチャンネル登録、高評価ボタン等よろしくお願いいたします。ご視聴いただきましてありがとうございました。